影の海岸。なんとか感じ切れたんだ。エンタープライズは飲み込まれていなかった、うん、きっと大丈夫だ。海の氷をたどって迎えに来てくれるさ。脱いでる服、ここで朝を待とう、うん、みんな脱ぐな。寒くない？スポンポンじゃん。やはりバルナバスは強い、今の俺では。うん、だったら彼の言う通りに自分を捨ててアルテマの器にでもなる。きつい言い方するな。思ってもないでしょそんなこと。そうはならない、うん、あなたはきっとそうしない。君は俺が怖くはないのか、うん、奴の言ったことが真実なら俺は人ですらないのかもしれない。うん、イフリートへの権限だって何か別の存在へと変わっているだけだとしたら。そうだとしても、うん、あなたがこれまでしてきたことは何も変わらない。狂った力がたとえどんなものであれいつも誰かを守るために戦ってきた。そうね。あなたは人々を守り救ってきたわ。違うの？うん。だが多くの人も殺した。仕方なかったよそれは。もし俺の役割がそうさせてきたのなら、いつもそうやって一人でいるから一番大切なものを忘れてる。あなた自身よクライブ、今度は自分のために戦って、あなた自身のために。俺がいつ人でなくなってもおかしくない。めっちゃ際どい映像でドキドキしちゃう。人でありたいと願う限りあなたは人よ、うん、クライブ。そうだよ、私がそう信じる。人は守りたいもののために生きて、生きるために戦う。あなたは私にそう教えてくれた、うん。あなたと戦い続けるわ、最後の瞬間まで。あなたを守るために私は生きる。
俺も一緒に背負わせてくれ。最後の瞬間まで。クライブ。君に誓うよ。俺は最後まで。そっちに中するの。またこうやって月を見よう。一緒に。うん。私も誓うわ、クライブ。何があっても私があなたを見つける。君の笑顔のおかげで俺は満たされる。素晴らしいシーンだったな。そうか。え、ジルはさ、あの、だいたいクライブに能力吸われた後ってその人死んじゃうからわかんないんだけど、シェバの能力はまだ持ってるの？それともベアラー的な魔法の能力だけを所持してる感じになるのかな。あ、でも結局今のジルの力を吸収したのもバルバナスの思いのままではあるよね、多分。おお。一歩距離が縮まってる。寝れなかったのかな。この後すぐバルナバスを追う。いや、今は太刀打ちできないよ。奴とはいずれ顔を合わせる。嫌でもな。今は俺たちがやるべきこと。かわいい。最後のジルがマザー・クリスタル、ドレイク・スパインの破壊ね。ウォルドのかな。アイン・ヘリアルは海に沈んだ。奴らもすぐには動けないだろう。一度隠れ家に、まずは体勢を整えるんだ。ハートが飛び交ってる。そして万全に支度をしてから、再びこの地。行くんかって。まずジョシアがどういう怪我の状態かとかも確認しなきゃだからね。それぞれの地下へトロフィーを獲得しました。あー、いや、でも今回に関してはさ、あの、なんかちょっと外れた話をするかもしれないけど、あの、バルバナスがさ、さあ死んではおらんだろうなってジョシュアのことを言ったじゃん。なんかあれを言ってくれたからによって、あの、ジルとクライブがこう不安もなくイチャイチャできたよねっていうのは思った。あれがさ、死んでるかもしれないみたいな言い方をされてたりとか、死んだよみたいなこと言ってたら二人ともそれどころじゃ なかっただろうからね。まあでもついにすっごい距離が縮まってウキウキしてはいるけど、ジルがさ、
何があっても私があなたを必ず見つけるわってジルが言ってたけど、なんかやっぱこの後クライブが自分自身の中に持っている大きな力、いろんなドミナントたちの力っていうのに暴走しちゃったりとかするタイミングがきっと来るんだろうなって気がしていて、それでなんか多くの人たちが犠牲になったりするのだけが怖いなとは思いますね。ね、実際ディオンだってあんなに民を大事にしてたのに。話を聞いたぞクライブ、海が割れたってミドが大騒ぎしてた。割れましたね、みんなよく無事だったもんだ。ジョシアはどうだったの？なんとかな。エンタープライズはロズフィールド卿が、おじさんに預けてきた。なんだなんだ、そっかそっか、よかったよかった。ランデラ近くの港町で補修と物資の積み込みをしてもらっている。ありがたいね。俺たちの支度が済む頃には出港できるだろう、あっちもアカシアの対策に追われてなかなか大変みたいじゃないか。アカシアが人も魔物も次々とアカシアになってるらしい。おじさんも難儀していたよ。あの御人のことだ。そう簡単にくたばらんだろうが、こちらもできる限り支援をしておく、そうね、活動資金の借りもあるしな。すまない、頼む。しぶとそうだけどね。灰の大陸へ。ジルの力を手に入れちゃったよ。あんまり嬉しくないけど。はい、シバのフィート。シバスナップは前後左右に素早く移動できる。それによって敵との前を詰めたり攻撃を回避することができる。フェニックスシフトとちょっと似てる感じかな。ジョシュは治療を受けているはずだ。医務室へ行ってみよう。でもあれだね、そのアルテマの意思で多分アカシア化してるから、クライブたちのせいじゃないよね。マザークリスタルを破壊したクライブたちのせいでアカシアが増えてるっていう感じの受け取り方はしなくていいのかなって思いましたね。クエストがとんでもないことになってますよ。鍵かかってるね、このクエスト。ジョシア、ジョシア、具合はどうだ？もう大丈夫。よかった。じゃないわ。じゃないわ。いくら外傷が消えても体は疲弊したままなのよ。召喚獣オーディンが相手だったんだ。全力じゃないと戦えないよ。そうね、あの時は。でも歯が立たなかった。今生きてるのだって奴に手心を加えられたからに過ぎない。ジョシュア、悔しいよ。同じドミナントなのにこうも力の差を見せつけられるとね。そうね。ごめん兄さん、気弱になってる場合じゃなかった。気持ちはわかるよ。原初のくさびが人を明かし屋にするのなら少しでも早く手を打たなきゃ。それにきっと彼もどこかで戦っていると思うから。ディオンのこと、なんかオーディンのドミナントになる人間もきっと何か理由がありそうだね。めちゃくちゃ強い人間がオーディンの力ドミナントになるとか。名もなき貧民街。これ亡くなった人たちかな。あ、そうか、薬の女の子に助けられたのか。あの女の子どうやって運んだんだろう、こんなとこまで。ここは、あ、いた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 。あ、待ってて待ってて。この子どこにでも出てきて人助けしてるよね。早く恋人にも会わせてあげたいね。あ、剣まで立てかけてくれてるじゃん。めちゃくちゃいい子。水？
水どうぞ飲んで。この子はなんでこんないいことできるの。こんなに人助けできる。ああして明かりを船に乗せて御霊を隔離用にお送りしているんです、うん、亡くなったおばあちゃんがそう言ってました、世界を蝕む悪しき存在、うん、私もまたある手間の手駒にされたわけか、うん、いや違うな、付け入られたのは私、これは全て私の罪だ。この罪を償わねば。怪我の具合は良さそうね。もともとちょっと手当てしてもらってたから。私の薬よく効いたでしょ。薬売りか。売り上げはあんまりだけど、毎日の食事はなんとか。すごいじゃん。すまぬ、今は手持ちが。いいえ、困った時はお互い様。いい子、うん、何かお礼してあげなきゃ。この子にもう行くの。ああ、世話になった。恩は必ず返す、うん、気をつけていってらっしゃいお兄さん。この子本当にちょいちょい出てくるんだよね。何なんだろうね。誰の元にいて薬売ってどうやって生活してるんだろう。ガルメキアとかにもいたよね。フェニックス、今こそ我が翼を預けよう。我が翼を預けよう。恋人のこと探しに行ったりとかしないね、全然。ルサージュ教、無事だといいが。兄さん、すぐにでも灰の大陸へ向かうんだろう。そのつもりだ。なら、支度を急がないとね。どこに行こうが止めやしないけど。本当よ。薬だけは欠かさず飲むこと。若様、いいわね。わかってるよ、先生。話は終わったの。ミド、灰の大陸へはどれくらいかかる。灰の大陸、エンタープライズの足なら数日ってところさ。ナルディア海域の詳しい海図をバイロンに用意してもらったからな、うんうんうん、さっき言った場所に戻るって感じかな。どこにつけるかが問題だ、うん、そうね。灰の大陸にはウォールド王国がある。バルバナスの国でしょ。停泊しているエンタープライズを狙われたらひとたまりもない。となるとビビアンからウォールードの動きを聞いておいた方がいいな、うん、大先生のところへ行くの。私も行く。どうやって。その間僕は語り部と会ってくる。 はい、アルテマのことで聞きたいことがあるんだ。ハルポさん、アルテマのこと。私も支度を始めておくわ。あんまりわかんないって。いろいろ必要になるでしょうから。うん、頼もしい仲間たちがいっぱいだよ。クライブ、よかったね。若様、相当無茶してるわ。気をつけてあげて。あ、うん、わかった。わかってるさ。うん、そもそも最初についてった時もやばかったよね。なんか今の状態でついてこないでって状態でついてきたしね。
今度は灰の大陸、ボールド王国か。あんたも本当に忙しいわね。いやー、もうだってこの戦いが終わった頃には死んでるぐらいの勢いでみんな動いてるよね。本当みんな命かけてるんだろうなって感じはするかな。ビビアンの話を聞くんだけど、ちょっとさすがにサブクエ増えてきて不安になってきたから、ちょっとサブクエをやりたいのと、ま、手紙箱を一回見ようかな。あんたの作る世界、カローンさんかな。面倒ごとに巻き込んじまって悪かった。グチには余計な心配をかけてしまったが、昔のいざこざにやっと型をつけることができたよ。あとは残ったこの目であんたが作る世界を見ないとね。これからも支援してやるから楽しませておくれ。うん、どうかご無事で。ジョシア様のことをお願いいたします。どうかご無事にお帰りくださいよって。心配だよね、この子ずっとジョシアについてきたんだもんね。最後のマザークリスタル、マザークリスタルもウォールウッドのドレイクスパンインだけとなった。お前のことだ、無茶するなと言っても聞きはしないだろう。だからこうやって手紙に残しておく。必ず生きて帰れ。そうだな。はい、一旦サブクエとかリスキーモブをわーってやっていきたいと思います。カロンさん、お？クライブ、年寄りの昔話を聞いてくれるかい？なんだろう、普通にショップ開かなかった。ボーギャの流した例の噂があっただろう。サブクエのやつだ。あながち嘘じゃない。うんうん、昔は確かに敵味方関係なく武器を売りまくった。それで財を成したのも事実だ。うーん、金儲けってのは私にとって最高の娯楽だったから。でもおかげであちこちに敵を作っちまって連中から追われることになった。そんなある日、どこで私のことを聞きつけたのか、シドが取引を持ちかけてきたんだ。ほう。私の身の安全を確保して商売に有益な話を提供する。その代わり格安で武器を売ってほしいと。はあ。それからシドと一緒に。それで隠れ家にいるんだ。隠れ家で真っ当な商売さ。うんうんうん。実際シドが持ってくるのはうまい話ばかり。がっぽり稼がせてもらったよ。そんな時もっと稼げるなんて言われたら信じてしまう。うん、どうせならバリスゼア全土を買い占めるくらい儲けようってね。俺がマザークリスタルを破壊すればいろんなものが飛ぶように売れる。シドの言葉を信じて隠れ家へ財産をつぎ込んだってわけだ。うんうん、それが奴の口車でまんまと乗せられたとも気づかずに、結果その思惑通り、今じゃ金儲けなんかよりあんたの目的を叶える方が楽しいと思ってる。でもそして私はそのためにここにいる。素晴らしいことだね。おかしなもんだ人生ってのは。いつも感謝してるよ。うん、いいねクライブ、私から楽しみを奪うんじゃないよ。死ぬなよって言ってるのかな。そうか、これあのボーギャンから殺されそうになるというか、あのグツがばあさんが悪いことしてるんじゃないかって言ってたクエストをやらなかったらこの話なんなかったんだろうね。いいねこういう話聞けるの。いやクライブ、買い物もしていきましょう。あ、グツについてとかもある。グツについては、グツかい。グツはね、私が今まで出会ったやつの中で誰よりも正直で素直で正直な男だよ。正直さってのは人の胸の中にしかないものだけど、不思議なことに時折強く輝いて見えることがある。その輝きが私にとって他に変えようもない値打ち物に見えたのさ。グッズは一番の財産だ。この先誰に頼まれたって手放すつもりはないよ。まあ近頃は鍛冶師になりたくてブラックソーにご就寝だけどね。そっか、大事なのか。さあ見ていきな。なんかすごいいい話だったな。うるっときちゃった。やっぱあの冷たい態度を取るけど、カローンおばさんにとってはグッズは本当に大切な存在なんだね。鳥さん変わってる。
ついにチョコボになってるじゃん。どうしたの？デカチョコちゃん、デカチョコちゃん、この湖の向こうまで僕を乗せて飛んでってよ。チョコボって、うん、ねえ聞いてる？飛べる鳥じゃないよね。でもここに来てついにチョコボか。これ以上変化するかな。最初ニワチョコボっていうニワトリからだったんだよね。変わるかもしれない。あ、グチも元気？いや。カローについて。うん。俺はちゃんと知ってるよ。口が悪くてもばあさんは誰よりも優しい人だって。昔俺は奴隷みたいに働かされててさ、生きてる価値なんて一ギルもないって言われてた。だけどばあさんは俺をこき使う奴らにありったけの金を投げつけてこう叫んでくれたんだ。これがこの子の価値だ。わからなけりゃ金持ってうせろって。ばあさんが投げつけた金がさ、キラキラ光って、俺も生きてていいんだってその時初めて思ったんだよ。ちょっと泣いちゃう。あれからずっと俺はばあさんのそばにいるって決めてる。ずっとずっと死ぬまでそばにいるんだ。頑張って。いい関係ができてますね。いやー、なんかこうサブクエやると見えてこなかったその人の良さとかね、その掘り下げがあるからうるうる来ちゃいますね。ジョシア様。はい、じゃあ何個かサブクエがあるから受けていきましょう。帰ってきたと思った。さあ、こっから進展するってことだよね。これが多分後編になるから、ロストウィングがどうなるのかっていうのが分かると思う。ええ、簡単さん、クライブ、今まで世話になったな。はい、黒騎士が嗅ぎ回ってる以上急がなきゃならん。俺はこれから用事を済ませに行く。これはクライブも手助けできますか？お前とは悪い付き合いじゃなかったよ。もちろんシドともな。俺にも、まあ、あんたの辛さは理解できる。そうね、だが、うん、復讐を遂げたところで、そうなの、うん、あんまりやってほしくない、ね、俺は最後まで成し遂げる。これが俺の生きてきた意味だからだ。ここはロストウィングはどうする？そうなんだよ。もともとこのために作った村だぜ。その後はどうなったって構わんさ。村人たちへの愛とかさ。村の同志たちも最後まで共に戦う。皆覚悟の上だ。とはいえ同志の中には戦えない連中もいる。子供や老人、石化が進みすぎたベアラーたち。どうするの？さすがの俺もそいつらまで巻き込もうとは思わねえ。ベアラーの居場所は少ない。村がなくなれば生きていけなくなるだろう。隠れ家に連れてく？そこでだ、クライブ。うん。最後に一つ頼みたい。戦えない同志たちを。そうでしょうね。お前の隠れ家で引き取ってくれないか。これなんて言うんだろう。まあまあ、引き受けます。いいだろう。断ったら。最後まで面倒をかける。進まないんでしょ。連中はゴールトン農場に集めてある。ああ、わかった。迎えに行ってやってくれ。これこの戦いが結局どうなるのかまでは見届けられるのかな。これで肩の荷も降りた。始めるとするか。あばよ、クライブ。あばよ。純熟の果てに後編どうなっちゃうんだろうな。ロストウィングなくなっちゃうの？まあでももともとクライブも復讐のために生きてた身だからね。言えないよね、人のこと。とはいえ死んでほしくはないけど。だから黒騎士が嗅ぎ回ってるってことは、黒騎士をもう全部やっつけるかどうにかしない限りは、このロストウィングが狙われ続けるんだろうね。よし、ここの音楽めちゃくちゃ癒されるよね。ずっと部屋でかけてたよ、ここの音楽。美しい、本当に。ゴールト農場ここか。昔まだシドの隠れ家、クライブじゃないシドの隠れ家だった時も土集めたりとか、ほのぼのしたクエストをやりましたね。いた。ここまでにしておくか。ここにいるのは簡単に集められたベアラーだな。彼に頼まれてお前たちを引き取ることになった。隠れ家まで案内しよう。そうか、あんたのところに。面倒をかけるね。いえいえ。ああ、ちょっと石化してるな、あの人も。
俺たちはみんなマスターに命を救われた、うん、だからその思いを遂げてもらうために生きてきたんだ、はい、マスターはこの戦いが終わったらきっと死ぬつもりだろう、うん、でもあの人が決めたことなら最後まで成し遂げさせてあげてほしい。それが俺たち同志全員の思いだ。どうしてあげればいいんだろう。ああ分かってるよ。ダジャレみたいになっちゃった。加勢して一緒にボコボコにして。村のみんなはどこに行った。生きて返した方がいい。まさかもう先に。ん、ああ、とっくにマスターと共に出たはずだが。置いてかれちゃった。くそ、行き違いか。何かあったの。ああ、俺はマスターの仇が潜む古い屋敷を偵察してたんだ。うんうんうん。奴が飼ってたのは黒騎士だけじゃなかった。はいはいはい、はい、凶暴な魔獣まで手なずけてたんだよ。圧倒的に不利ってことかな。あんなもん俺たちじゃとてもかなわねえ。このままじゃ村のみんなは犬死にだ。うん、急いで帰ってきたってのに。そんなマスター、頼むしろ。助けに行くしかないね。マスターを助けてくれないか。あの人が思いを遂げる前に死なせたくはないんだ。特定の人物への恨みがあるんだよね。その人以外をクライブがやっつければ大丈夫。ここからずっと東の森にある。あ、天命館ね。天命館ってところだ、はい、何回か行ったことある。お願いだ、マスターを死なせないでくれ。分かった、急ぐから。オビリスクでぶっ飛んでいくから。どこだっけ。先にたどり着くでしょ、多分。オビリスク使えば。アンブロシア、なんかヤバめのモンスターいるんだけど。あれ、普通にボスで戦ったクワールじゃないの、軍用の。あ、またコット、名前違う。一旦早く向かいましょう。そう、ここら辺さ、空の異物もすごい出てきてるんだよね。なんでかわかんないけど。これは？嘘でしょ？オブリスクでぶっ飛んできたのに。またな、アンブロシア。誰か立ってる。カンタン、無事か？カンタンは生きてる。ああ、俺だけはな。え、俺だけ？だが、同志たちはもう連中のおかげでここまで来れたんだ。あと少し、あと少しだってのによ。魔物はやっつけたの、みんなで。ああ、生きてるじゃん。とりあえず逃げといて。この魔獣が。簡単、よく簡単だけ生きてたな、この状況で。ここは俺に任せて、あんたは行け。うん、だがいいよ。お前を思ってついてきた。そうだよ、大勢の同志が死んだんだ。彼らの犠牲を無駄にするな。うん、つまりどうなっちゃうんだろう。来い来い、俺が相手だ。今すぐに、はい、すぐに片付けてやる。タイタンの力を解くと見よ。帰ってきた？やったのか。ああ。あ、よかった。やつめ、泣きわめきながら許しを請うてきやがった。迷わず首を切ってやったさ。血だらけだよ。俺はこのためだけに生きてきた。うん、このためだけに村を作り上げ、人を集めた。うん、何年もかけてな。うん、こんなもんか。本懐を遂げたところでこんなもんなのかよ。うん、人一人殺すためだけにこんなに多くの同志を。うん、簡単。マスター！ ああ、マスター、無事でよかった。お前、帰り血だらけだけど、なぜここに。あんたのことが心配で。そうだマスター、大変なんだ。ロストウィングにエーテルだまりが。なんだと。やばいじゃん。え、
ベアラたち隠れ家に連れて行く前に来ちゃったよね。これ間に合ったの？アカシアになっちゃった？取り残された人たちも。間違う、俺のロストウイングが、あ、あれは黒騎士、黒騎士が俺たちと入れ違いでロストウィングを襲ってたってのか。え、でも避難できてたんじゃないの？逃げ遅れはいないだろうな。え、カンタンも、カンタンも待って、アカシアになっちゃうよ。え、怖い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 。え、待って、こんな普通の人が、そうだよ、うん、一般人がどれぐらいのスピードでアカシアになっちゃうのかわかんない。うん、そっか、走っていけないのね。生きてたらいいことあるって。カンタン、カンタン、カンタンまで私の手でやることになりたくないよ。びっくりした、カンタンかと思った。クライブってこの感じだとアカシアになんないのかな。トルガルもアカシアになる気配ないもんね。クライブの特殊な能力で身の回りの人間をアカシアにしない方法があるのかな。エニミズスライン、急いで簡単のところへ。生きてるかな。え、簡単、しっかりしろ。おい、どうしたの。まだアカシアになってない、うん、今なら。あ、間に合った。具合悪くなっちゃうんだ、最初アカシアになる前に。あ、よかったよかった、生きてる一応。気がついたか、カンタ。ロストウィングはどうなった？エーテルだまりに沈んだ。そうか、これで正真正銘空っぽってわけだな。やっとのことで果たした復讐も虚しいだけだったよ。でもマスター、安静にしていないと。大丈夫だ。どうするの？何年もかけて築いた村も一瞬で消えちまった。うん、俺はなんでまだ生きてやがる。なんてことを言うんだ。俺たちを人として扱ってくれて、生きる場所を与えてくれたあんたが。僕、マスターにはもう会えないと思ってたんだ。マスターの用事のことはよく知らなかったけど、きっとそれが終わったら帰ってこないんだって察してたんだね。でもマスターは帰ってきてくれた。これからも僕たちのマスターだよね。やっぱりあんたは生きなきゃいけない。俺たちを生かしておいて自分だけ死ぬなんて許せないからな。助かった村人はみんなここにいる、あんたが目覚めるのをずっと待っていた。よかった。水凶な奴らめ、何の得があって俺なんかを。だってマスター、僕たちは家族でしょ。家族？死んでいった同志たちもきっとそう思ってた。村で一緒に暮らしてたみんなは家族だって。ロストウィングが何だってんだ。マスター、もう一度村を作ろう。生きてるんだからね。このブドウ畑にはまだ生きてる房もある。うん、私たちはやり直せるんだ。名産のワイン作らなきゃ。もう一度か。うん、そうだな、悪くねえ提案だ。村の一つや二つ立て直してやろうじゃねえか。うん、みんなでな。みんなでね。さすがマスターだ。よかった。お前らマスターはもうやめろ。これからは簡単でいい。
家族なんだから。まあでもこのタイミングで黒騎士も襲いに来てたし、村から出てなかったら結局黒騎士にもやられてたし、家族は俺が養っていく。アカシアにもなってたよ。お前の頼みは聞かなかったことにしておくよ、うん、結局お前には最後まで世話になりっぱなしだったな。また最後じゃないぞ。礼ならうまいワインで十分さ。分かった。シドみたい。少し待ってろ。遅れんの？この村を立て直したらお前が飲んだこともない上等なやつをこしらえてやる。それまでくらいでその時はいくらでも持っていけ。生きてなきゃね。楽しみにしてるよ。うん、未来の話をするのっていいよね。なんかそれまで頑張ろうっていう希望になるから。あ、これ大事なものだ。ロストウィングにある酒場、鶴氏人邸の看板、虐げられてきた者たちの象徴が目印、クライブの資質で見ることができる。村の一つや二つ立て直してやろうじゃねえか、みんなでな。大事なものが増えましたね。そうか。そして崩れゆく剣壁前編があったりとか、他にもいろいろクエストありますね。まあ、ロストウィングの気にかかってた話は一個終わったから、それはそれで一つ良かったかな。よし、なんかこのマップの奥に S ランクかな、リスキーモブがいるっぽいので戦っていきたいと思う。なんかドラゴンかなんかいるっぽい。めっちゃ開けてる。いる？やってくるのかな。お邪魔しまーす。来た。なんか相当でかいのか。来た。でかめ。強そうだね。頑張ろう。スバローグ S。スバローグだって。最近結構強いやつ強って思う時あるから気をつけよう。油断したら出てやられる。オッケー。あーやばそう。うわっ、やばい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 。これ壊せないのかな。よいしょ。じゃああんま近寄れないな。これレッドドーン。うわー、うわー、やばい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 。避けた？やばい。あ、痛い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 。見えないな。どっか行っちゃった。うわ。はい。やばい。待って待って。めちゃくちゃ食らったよ。びっくりした。ああ。待って待って。油断してるとやばいな。ちょっと引き倒そう。よし。オッケーかな。はい。よし。使って。やれるうちにやって。はい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 。あんまり伸びてる時間短い。気をつけて。はい。やばい。はい。メテオじゃん。もう、あーん。常人を超える身のこなし。トロフィーが取得しました。あれかな？なんかあの、テイクアウト中？ドラゴンダンスじゃん。うわー。これなんかすごい暴れくるやつだよね。はい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 。うーわ、はぁ、わわわわわわわ、やばいやばい。見えない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 。危ないって。はいはいはい。ブレイキングレギオン、これしてきた後になんかすごい打ってくるからきついな。はいはい、いた。あー、え、死んだ。嘘でしょ。やったわ。やばいやばいやばいわ。まさか死ぬと思わなかった。うわ悔しい。ちょっと待って。うわ調子乗ってたな完全に。 S ランクも全然 S ランクじゃないじゃんとか言ってたからね私。悔しい。いやとりあえずあれやる、ちゃんとやる。何度でも挑む。頑張る頑張る。
よっしゃ、行った。オッケー、パッサーして行けるとこまでやる。はい、次は負けないぞ。頑張れー。ラストダンスやばそう。なになに、どんな感じで来る。多分このコンボで来るんだろうな。はい、あー痛い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 、やばい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 、ありがとうトルガル。やばいやばい、トルガルと離れすぎてるとこれもらえないから、回復のやつ。あー避けれた。ラストダンス終わった。あ、今疲れてるじゃん疲れてるじゃん。フェニックスシフトで削りたい削りたい削りたい、いった。待って待って、やばいやばいやばい、ずっしり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 、オッケーオッケー、はい、見えない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 、ありがとう。いやーいやーいやー、よし来た、頑張れ、負けないぞ、ほれほれ、いけ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 、入ってる入ってる入ってるか、入ってる入ってる入ってる、頑張れ。テイクダウン中に結構削りたい。かっこよく倒すのは無理かもしれない。やったやった、私ぬかと思った。あ、レベル上がった42。いやー、過去一強かったな。換金専用マテリアル、おー、いいものいっぱいもらってる。いや、ほんと死んだもん。え、消えた？え、消えた！綺麗撮影してない！嘘でしょ？え、秒だったなぁ。あ、とりあえず、リスキーモーブ今できるやつ終わったから。行くぞ。帰りましょう。いやー、マジで強かったなぁ。この間にサブクエをかなりやったんだけど、なんかまだまだ7個ぐらいサブクエがある状態です。一旦メインストーリーを進めて、まあ、どっかのタイミングでこれ以上進めると戻れませんよみたいな感じで言ってきたら、ちょっとサブクエを一気に進めるのをやっていきたいと思います。やあクライブ、うん、待っていたよ、ごめん。この娘を引き取りに来てくれたのだろう。なんか揉めてたね、ちょっと。いや、ウォールードのことを聞こうかと。ちょっと今状況がどうだったか忘れちゃった。君もその話だったのか。ドレイクスパインを破壊するため、ドレイクスパインか、最後のマザークリスタルだっけ。改めて状況を把握しておきたくてな。お願いします。ウォールードの奴らにエンタープライズを攻撃されたら困るんだ。この間も間一髪だったからね。伝えたはずだぞ。あの国の行動はなかなか表に出ないと。うん、それに輪をかけて灰の大陸のことは知られてないのだ。知られてない。何せウォールードが建国されてからというもの、まともな国交がないのだから、今の状況下における沿岸の警備網など分かろうはずがない。そうか。それでもここで一番詳しいのはお前だ、うん、知恵を貸してくれ。一旦整理させてほしいかも。大先生、お願い。お願いします。分かった分かった、そこまで言うなら教えてやる。確信じゃないと教えたくないっていうのがあるのかな。それではウォールド王国について、はい、特別講義と行こう。ウォールド王国についての特別講義聞いていきましょう。ずっと動いてなかったもんね。この国を知るには建国の英雄にして不老の王、不老の王バルナバス・ザルムという男について語らねばなるまい。あ、不老の王なの。バリスゼアの外大陸からやってきた流れ者の彼は、はいはいはい、若くして灰の大陸の諸部族を見事にまとめ上げると、うん、当時最強の呼び声高かったベルダーマルク王国を一夜のうちに滅ぼした。この歴史的事件により、バルナバス・ザルムの名と召喚獣オーディンの圧倒的な力は世に広く轟くこととなる。怖いね。それが大陸歴843年のこと。だいぶ前だよね。バルナバスがウォールードの王となり、
老いることなく玉座を守り続けて早40年。近頃の生還ぶりからかの英雄もついに戦に会いたかと思えば、一変してこたびの大攻勢。あれ、人間じゃないってこと？機関アインヘリアルを持ち出すと大軍を率いて勢力を展開し始めた。ドレイクファングにオーク族を送り込み、カンベルはアカシアに蹂躙させる。その進軍目的はもはや資源収奪とも領土拡大とも言い難い。それでもなおバルナバス王の指揮で行われた進軍だとすれば、一つだけ確かなことがある。オーク族もアカシアもウォールド王国にとってもはや敵対勢力ではないということ。もはや駒みたいな感じだよね。君たちが乗り込もうとしている場所はそんな得体の知れない奴らの本拠地なのさ。それはなんとなくわかるかも。灰の大陸は黒の一帯の侵食が進み、数えるほどしかない気候地は警戒が厳重。それどころか沿岸部の多くが海流の影響を強く受けている。波の帆船では近づくことすらできないだろう。じゃあどっから来るかもバレちゃうってこと？だがそんな状況の中でも我らがエンタープライズは一度たどり着いた。そう、打ち捨てられた黒い砂の渚、静かなる影の海岸にね。あのぶった切られた海はどうなったんだろう。もう自然と戻ったのかな。君たちからの報告を聞くに、ここ以外の上陸場所は思いつかん。どこだったんだ。どうだミド、もう一度あの海岸につけられるか。潮の流れが速くてちょいと厄介だけど。お、でも いけそうだね。なんとかしてみせる。やっと。ありがとう。任せたぞ。ありがとうビビアン。あれかな、クライブと今回の講義代は灰の大陸での君の見聞で手を打とう。はい、合格のためにも戻ったらぜひ聞かせてくれ。必ず講義代の話するけど、なんか無理なこと言ってこないよね、いつも。みんなをラウンジに集めてくれるか。作戦会議だ。俺は書庫へ行ってジョシュアを呼んでくる。はいよ。え、ジョシュア書庫にいたんだっけ。あのクライブとジルがちょいイチャイチャしてた場所が、海が割れるなんて、どんな戦いだったんだ。前回の場所かな。あー、そしてまた増えてますね。医者と患者と不死鳥に癒しを。不死鳥に癒しを気になるな。ジョシュアの、まあそうだよね。それかウェイド、ウェイドたちのことかな。